はい、皆さんどうもこんにちは。北島アクアティクスのしんしんです。です、はい、今日は不正企画ということで、はい、ちょっと動画撮影していこうかなというふうに思います。実際に今日はどういう動画を撮影する感じですかね。はい、おそらく今まで皆さん平泳ぎイコールキックが大事だみたいな風に多分思ってる方が多いと思いますし、世間的にもまだ多分もちろん平泳ぎキックが一番、肝心かなとは思うんですけど、そのキックの引っかかり具合に関してですね、最近はすごい話題になってるのが 50m の平泳ぎで速い方なんかでキックをですねこれぐらいしか打たない方とかが出てきてるんですね。でそれで現に優勝とかしてるわけですよ。なんでもちろん平泳ぎのキックだけは足の甲じゃなくて裏ですから、多分他のとは違ってもちろんそこをクリアするっていう点では大事だと思うんですけど、皆さんキックがたくさん引っかからなきゃいけないっていう時代ではないですので、ということで今日はそのキックの前に差をつけられるようにっていう部分での練習になりますので、今までにないものをちょっとお届けできればなと思ってます。はい、僕も平泳ぎといったらドリル練習でキックばっかり練習したりとかしがちなので、やっぱりすごい興味あるなと思いますので皆さんもすごい気になると思いますので、時代に乗りましょう。はい、時代に乗っていきましょうでは早速ですけども本編の方移っていきたいと思います。ではどうぞ。今のはですね、ただただ前からお水を後ろまで押しただけになります。で、多分平泳ぎのストロークを難しく考えちゃうと、こうなかなか例えばよくこう体よりも前しか動かしちゃいけないとか抵抗が大きいからって言われることが多くて、そうするともうピックがってる感じがしないっていう方が多分多いと思います。で、それをあえてじゃあまっすぐ伸ばしたまま前から後ろまで押してみようってやったパターンなんですけど、そうすると当たる時間が長ければ長いほど最後の方すごく当たる感じが分かると思うんですね。なのでこれでなかなか進まないっていう人はいないと思うんですが、実際に言うと平泳ぎ今前から後ろまで押したこの幅のうちの半分、もしくは半分よりももうちょっと前なんですけど、ここでお水を捉えたいんですね。そのためにもここで終わるなって思うと多分当たる前に終わってしまう方が結構多いので、まずは当てるっていう感覚を覚えてもらうっていうために今のドリルを私は結構行うようにしてます。でも本当に使う部分は前側の半分になりますので、ぜひこれは初め優しくて最後にかけてピューンと押して進むではなくって、意識的には前側で先に水をしっかりと捉えて、あとは軽く流すだけっていうポイントに押さえて行ってもらえるといいかなと思います。はい、では今のはもう平泳ぎのストロークのみを行ったような形になります。今見ていただいて分かった通り、多分キックしてなくてもある程度進みはあったと思うんですね。で逆に平泳ぎってこのキックをしようとする引き付けの部分が邪魔ですから、それがないだけで腕で本当はあれだけ進むんですよっていう部分の練習を兼ねてやっているのと、あえて今のを呼吸をしてないっていうのが結構ポイントになります。理由が当たりは良くなったとは思うんですけど、大体の方が平泳ぎ呼吸をしようとした時に頭が上がるのが早くて、手のひらの向きが下を向いてしまって上に上がろうとする動作を行ってしまう方が結構多いんですね。とっても簡単な話をすると、さっきの動画もそうだし今のもそうなんですけど、水泳は前から後ろに水を押せば前に進むんですよ。それをやりたい時に顔を上げようとするのが先に入ってしまうと、前に進もうではなく、どうしてもやっぱり
上に上がろうっていう力が加わってしまうので、あえて呼吸をせずに後ろ側に水を流すことに着目をしたストロークの練習が今の練習になります。顔を上げなくていいということは、自分自身がただ前に進めばいいだけなので、しっかりといつも以上にお水をキャッチするっていうのがやりやすいと思うんですね。なのであえてわざと呼吸をせずに行ったのが今のストロークになります。今のは1回呼吸なしの平泳ぎ、1回呼吸ありの平泳ぎを交互で行ってます。で、先ほど言ったように呼吸をしない、要は上に上がるっていう要素がないことによって、まっすぐ後ろにだけ水を押すっていう、水の動きを作りやすいんですね。なのでまずは呼吸なしの形を作る。で、じゃあ呼吸しましょうってなった時に、まるっきり後ろだったのを真上にするではなくって、さっきとできるだけ同じように自分があくまでも前に進むっていう形を作った上で呼吸をするっていう動作に少しでも近づけられるようにっていうことで交互で行ってます。ただただまっすぐ前に前にだけだと呼吸が多分できてないものが一つあるかと思うんですね。なので要素としてはもちろん今日前に進むようなストロークになってるので、もうそっち寄りの練習をして、あえて呼吸をした時にこうミックスされてちょうどいいぐらいだったら全然いいんですけど、あそこまでやっちゃうと多分呼吸ができないと思うので、しっかり呼吸が入れられるぐらいの中でやってあげる。もう一つ悪い例でなりやすいパターンやったんですけど、呼吸してない時は前に進むけど、呼吸するってなった時にさっきの動作丸切りなくなっちゃって先に呼吸をしようとしちゃったパターン、前に進むような形を作る前にストロークが始まってしまうので上にしか行かないようなストロークになっているかと思います。呼吸をしてない時の平泳ぎも呼吸をしている時の平泳ぎも前に進ませようとするこの最初の部分はしっかりと大事に作った上で呼吸をしていくっていうところを一つポイントにしてもらえればいいかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。実際僕も平泳ぎこの前東京都マスターズで泳いだんですけど、やっぱりストロークで全然水に引っかかってる感じがしなくて、やっぱり僕自身ちょっと苦手意識があるというかどうしてもキックに頼りがちっていうのがあったので、今日のドリル本当にすごいいいなというふうに思いましたし、この練習ってキッズもマスターズもできる感じですか。もちろんです、もちろんです。どの方でもむしろ一番最初の子ただ後ろに流すだけとかだったら本当に誰でもやりやすいものだと思うんですよね。じゃあまず難しいものに取り組むんじゃなくて、まずはこう、あ、当たるってこういうことなんだっていうのがやっぱりキックもそうですけど分かると、捕まえるっていうのも重さがあれば余計分かりやすくなりますから、ぜひ簡単なものからどなたでもできるものだと思いますので、チャレンジしてもらえると嬉しいです。ぜひ明日から皆さん実践して、はい、やっていきましょう、はい。ちなみに、さっき解説でしきれなかった部分というか、何か補足みたいのがありましたら、ありますか。そうですね、先ほど心身も言ってたんですけど、こうレースでスカスカになってしまってっていうのを結構聞きまして、キックがこう焦ってスカスカになっちゃうっていうのは聞かなくても、おそらくレースで皆さん焦って手が空回りになっちゃってとかっていうのはよく聞く部分がこの平泳ぎにあるんじゃないかなと思うんですが、ほとんどの方が多分焦った時とか水をこうかけてない時っていうのはただ撫でてしまうとか頭が早く上がっちゃうから手のひらがこう下に向きやすいっていう部分だと思いますので、今日はその始まりの引っ掛けるっていうところをもう第一に、かき方とか肘は気を締めろとかそういうところじゃなくて、そもそも引っ掛けてから平泳ぎをスタートさせましょうよっていう部分になりますので、ぜひこの始まりのこの引っ掛かりの部分を大切にしてもらえればと思います。フッセコーチも YouTube やってまして、他の平泳ぎの部分もやっててよく拝見してます本当に。地味にねちょっと更新してますので、コアな部分とか痛いなという部分がありましたら、ぜひフッセ TV の方に顔出してもらえたらと思います。では、本日の動画が良かったなと思う方は高評価と、はい、
チャンネル登録、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録ハートじゃないカップルチャンネルでもやってるからお願いします、はい、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。トレーニングで悩んでいる皆さん、実践的な指導方法を好きな時に学べる毎週11本のコンテンツを配信中。